皆さんこんにちは。お笑いコンビかまいたちの山内健司さん。今回はそんな山内健司さんに関する、競馬の収支や過去の借金から妻との結婚と愛病との別れについての話をご紹介しましょう。2024年10月23日、山内健司さんがテレビ朝日かまいがちに出演し、今年の競馬の収支を明かして話題になりました。あいつでハイ&ローという新企画が放送されたのですが、この企画は何も知らないターゲットにお題を出題し、勝手にハイ&ローを予想し BT するというもの。ギャンブル企画となり、冒頭に濱家隆一さんが山内もギャンブルね、競馬ではと振ったのですが、これに山内健司さんは昨日も20万円ぐらい負けただけなんでとさらっと報告。さらに今年の競馬の収支を聞かれると、700万円ぐらいですよマイナスと即答して、その場を驚かせていました。なお、2021年9月8日深夜にテレビ東京系お仕事サーチ、それってグッジョブにかまいたちとして濱家隆一さんや山内健司さんが出演した際、ブレイクした時の借金について明かしています。番組ではブレイク前の金銭感覚に関する話題が展開され、山内健司さんが常にギリギリ生活はしていけててんな、借金はもちろんしたけどどうしようもないとか、もうお米に醤油かけてそれだけ食べな、お金ないですとかは一回もなかった、好きなもん食べてたと語る場面がありました。相方の濱家隆一さんは、それギリギリの生活、俺ら感覚がバカなだけで、あれギリギリよりもアウトの方の生活ですよとツッコミを入れ、山内健司さんは当時の借金事情について、お金借りて返済費になったら、そのお金借りてるところから返済額を借りて、それを振り込んでまたお金を借りて下ろしてたからと回想。この山内健司さんの発言に濱家隆一さんはアウトアウト、本間やったらそれ消えゆく芸人の姿やでとコメントしてスタジオの笑いを誘っていました。また2021年10月7日放送のかまいたちの知らんけどでも過去の借金について語っています。ゲストのサンドウィッチマンとのトークで、それぞれ長くアルバイトをしていた話になると、留守番、草野球の代打などの日払いバイトをしていた伊達美紀夫さんに、山内健司さんは日払いでお金もらったらすぐ使っちゃいませんと質問。伊達美紀夫さんは当時日給を握りしめてパチンコ店に行き、15分ほどで一文なしになったこともあると明かしました。当時は最大で250万円の借金があったそうです。一方のかまいたちも2人とも200万円ほど借金があり、消費者金融アコムを利用していたのだとか。濱家隆一さんに至っては何度も滞納したことがあるそうです。しかしアコムの CM に出演している現状に山内健司さんが変な気分と告白すると、伊達美紀夫さんから CM でいただくお金は周りの人の金利と突っ込まれ、山内健司さんは昔の僕の利息と思ってると応じていました。そんな山内健司さんですが、2017年2月17日には大阪市内で会見を開き、2月22日に兵庫県三木市出身の一般女性と結婚することを発表し、結婚しています。出会いは山内さんがインスタグラムに愛病の写真を頻繁に投稿していたことから始まりました。2人ともインスタグラムで猫の写真を共有しており、互いにいいねを交換していたらしく、山内さんからのメッセージがきっかけで2人の距離は縮まっていきます。またかまいたち山内さんは2匹、千秋さんは4匹の猫を飼っており、2016年4月からは合わせて6匹の猫と共に同棲生活を送っています。そして同棲生活を送って約10ヶ月間で結婚に至ったという流れですね。また結婚会見では顔も見ずにいいねをしていたのかという記者の質問に対して、山内さんは私は見知らぬ人にはいいねをしません、彼女の写真を見て可愛らしいと感じたからこそいいねをしましたと答え、見た目も魅力的だったことを強調しており、
初めて会った日には控えましたが、2度目にはいいねを押しましたと慎重な一面を見せました。交際の決め手としては猫好きであることの他にも頭の良さと語っています。付き合っている間にこの人と結婚するべきだと感じていました。あとはタイミングの問題だけでしたと語り、彼女が30歳になったタイミングで結婚を決断しています。また山内さんの愛猫は過去の交際相手から強く勧められて飼い始めた猫で、その猫がきっかけで彼女と出会ったため元カノには感謝していると結婚会見で語っていました。千秋さんの職業は今は専業主婦だそうです。これはかまいたちの YouTube チャンネルで語られていました。嫁の千秋さんは一般人女性であるため基本表には出てきません。しかしかまいたち山内健二さんが2017年7月13日にアップしたインスタグラムの写真でツーショット写真を掲載しています。結婚式の写真のようですが、とても美人であることがわかる写真でした。千秋さんには元ヤンキーであるという噂があるようです。この噂については主に山内健二さん自身からの発言が出どころのようで、特にバラエティ番組千鳥 vs かまいたちという番組がきっかけのようです。番組内でかまいたち山内健二さんはかまいたち濱家隆一さんから奥さんに根性焼きがあるのではないかという質問を受けた際、3つ入ってますと回答。このやり取りがきっかけでかまいたち山内健二さんの嫁は元ヤンキーという噂が浮上したようです。しかしこのやり取りは山内健二さんのユーモアを交えたものと考えられます。さらに千秋さんが写っている写真が元ヤンキー風だと話題になったこともありますが、これについても根拠は薄いと言えるでしょう。そんな結婚生活を送っている山内健二さんですが、2024年1月4日放送のテレビ朝日とみおたちに出演した際には離婚危機があったことを語っていました。山内健二さんはキッチンをめぐって妻と揉めることがあると言い、俺から見たらキッチン汚れているなって思った時に時間があったら片付けとかをやる、そしたら嫁が私がやってないとでもみたいな感じでと喧嘩の経緯を明かしたのです。山内健二さんがキッチンを片付けていたところ、妻が私も片付けしてんねんと口にしたそうです。私も片付けしてんねんみたいなことを向こうが一個テンション上がって言ってきたのに、俺もテンション上がって片付いてるのが当たり前やねんって言った。そしたらはい離婚ですってと言われたそうです。山内健二さんは冗談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 やんと連呼してその場を収めたのだとか。濱家隆一さんが撤退の速さ素晴らしいね、もう一個言っていたら終わってたからと話すと、山内健二さんも危なかったと振り返っていました。ただ山内健二さんは2024年9月15日に愛する家族との別れを明かしています。山内健二さんは妻と運用するペット専用のインスタグラムで猫や犬との生活について発信しています。しかし愛猫との別れが続いていて、2022年にはチャイ、2023年にはのび太、モカが腎不全のため、2024年3月にはガブが扁平上皮がんのため天国へ旅立ったことを報告。さらに4月にはにやんじさん腎臓の数値がまた上がってしまいました、なので少しの間病院へお世話になってますと投稿。それから約5ヶ月にやんじが先日息を引き取りましたと報告。最後まで諦めず懸命に生きようとする姿を目の当たりにしてとても胸が締め付けられました。こればかりは何度経験しても何が正解なのかわからないです。大切な子たちが立て続けに旅立ってしまい、我が家にはもう猫ちゃんがいません。もう二度と会えない寂しさが毎日毎日押し寄せてきますと、家族を失い辛い気持ちを綴りました。続けて、皆様に可愛がっていただけたこと本当に幸せでした。病気と戦って頑張っている姿も、ふわふわで元気だった頃の姿も皆様の思い出の一つとしてたまに思い出してあげてください。本当ににやんじへのたくさんの愛をありがとうございましたと見守ってくれたファンへ感謝の思いを伝えています。この投稿にはファンからは
にゃんじよく頑張りましたね。癒しをありがとう。虹の先できっとみんなで楽しく遊んでいますね。などのコメントが寄せられていました。いかがだったでしょうか。今回紹介した山内健司さんに関する競馬の収支や過去の借金から妻との結婚と愛病との別れについての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。